こんにちは、モノバレットの芸人です。さあ、ということで本日は原宿にやってきておりますけれども、本日はですねピッチカートという美容室に撮影協力をいただきまして、動画を進めていきたいなと思ってるんですけれども、今回髪の毛切ってもらったり染めてもらったりするの僕じゃなくてリムにお願いしてちょっと撮影していただこうかなと思っているわけなんですけれども、リムが今この場所にいません。まあ、なぜかというと、ちょっと僕がですね無茶ぶりをしてます。彼にとある服を着て原宿に電車乗って向かってくれっていう風な無茶ぶりを今してるところで、そろそろリムが到着する頃だと思うので、少しだけリムのことを待って企画説明していきたいと思います。そろそろリムが到着するそうなんですけれども、来た。夜な。ということで本日はですねピッチカートにやってきてるわけなんですけれども、はい、東京マンジリベンジャーズのマイキーの格好をしてピッチカートのいつもお世話になってる井口におすすめで、はい、カットもカラーもおすすめでって言ったら、果たしてマイキーになって帰ってくるのか。いや俺いかにもマイキーで来たよ前髪上げていやということでですね、まあ、これから先は髪切ったりとか染めたりとかブリーチしたりとか多分すると思うので、まあ、僕ここでずっと待ってるのは暇なので、まずリムちゃんにカメラを渡します、はい、僕はその辺で時間潰してるんで、終わったら連絡いただいて。了解です。ということでじゃあこのカメラをリムちゃんに渡します。はい、それでは本日かっこよくしてもらってきてください。はい、それではやっていきましょう。よいしょ。はい、というわけで早速こちらですね、原宿の2階にあるピッチカートさんに入っていきたいと思います。果たしてこれはマイキーになっていいのだろうか、それともなっちゃいけないのだろうか、事の顛末をお楽しみにということで、では行きたいと思います。いや多分ですけど、まあ僕かれこれどんくらいだろう、結構長い期間このピッチカートに来させていただいてるんですけど、井口さんとはとても仲がいいのできっとノリのいい方なのでね、マイキーになるんじゃないかなと思います。よし、着きました。え、あ、どうも。え、リムです。誰？リムです。え、どうしたの？どうしたの？何がですか？服？最近ゾゾで買いました、ね。いいなと思って。かっこいいね。かっこいいですよねこれ。どうしたの？どうしたの？私服でございます。ちょっと目立つしいいかな、 YouTuber ですし。服のセンス変わった？え、なんかそろそろ夏だしいいかなみたいな。長袖よ。おお、まあ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 、まあ、今日はあれです、まあ髪の毛ちょっと触ってください、モサモサになっちゃったんでお任せでいきたいと思います。 OK です。好きにしていただければ。好きにしていい？はい、好きにしていいんだ。割とそれっぽい感じ。それっぽい感じ。それっぽい、それっぽい感じで。ああ、なるほどね。大丈夫です。それっぽい感じ。はい。おお、それっぽい感じね。はい、それっぽい感じだそうです。いけますか？頑張りましょう。頑張ります。ではよろしくお願いします。お願いします。まずはリムーバーをして、この前で白染めしたやつを取ります。お願いします。ビーチじゃないやつだよね。痛くない？これ全く痛くない。全く痛くない。テカテカよ。テカテカ。リムちゃんが流してます。何色になるでしょう。シャンプー台のところへ。めっちゃ美味しそうこれ。めっちゃ美味しそう。おやすみなさい。これあれですよ、コメント欄で、うん、キムコンの髪の毛触れていいなって。私も美容師になろうって人がいるかもしれない。いるね。そしたらぜひピッチカートに。募集増えるかな。おいいですね、それは。ちょいちょいあれですもんね、お客さん来るっぽいですもんね。来てくれるんよね。ありがたい。バゲリムファンは多いよね。多いですね。めちゃめちゃ多いね。はい、特典会したみたいな。しかもね、俺当てれるんよ、誰のファンか。え、俺最近当てれるようになった。すげえ。みんなね、違うんだよね、タイプが。本当ですか？そう。私まだ当てれないです。俺それ、密かに楽しみに。やば。なんですか？頭にドラゴンを置いた友達が
出てきてない。あ、ドラケンっすか。うん、ドラケン出てきてない。スタジオにいます。あ、待ってくれて。あ、スタジオにいる。いつも一緒だったんですか。なんか今日予定があるみたいな。今日予定があるの。で、喧嘩してるよ。どうなると思ってきた今。いや、もう散々話振ってきてるからそうなるでしょ。なんかさ、モノパレってさ、うん、なんかドッキリ系とかもうガチでやるのよ。だからたまにボツになることがあって。あ、ガチすぎて。そうそうそう、思った通りにいかないとか。あ、なるほどね。これもさ、どうなるだろうかっていう俺の不安がすごいのよ。空気を読んでちゃんとやるのかみたいな。あー、なるほどなるほど。空気がね。そうそうそう。空気ってなんだろうね。まあ難しいよね、空気ってのは。空気ってなんだろうね。さすがにあの7色のカラフルカラーとかやめてない。いや、お任せにも限度はあるからね。でもそれもそれで美味しいな、目立つしな、 YouTuber だし。 YouTuber ですね。何も言えないもんね、俺お任せって言ってたからね。そう、言ってること違うじゃねえかとは言えないもんな。言ってないよ。知ってないのが悪いもんね。確かに。やり直すか。指マッチ棒みたいな。やば。でもこの黒いのやってる時だけ黒の黒。いや、あの、え、何だよ、これは何だっけ。え、痛くないですか。大丈夫、黒なんで。いや、いや、やめてください。これ今何の過程ですか。これ、この黄ばみをちょっと飛ばそうとして。お、全然黒抜けてない。これマイキーになんないね。え、どうだろう、こっから。これの塗ってるやつがなんだかあれですけど、黒いもんね、ちょっと金髪だけど。さあ、なんでしょう。でもこういうキャラ見たことあるよね。リベンジャーズに。うん、このキャラ、いいキャラだよね、しかも。さあ、ということで、はい、リムの早くも終わったようなんですけれども、はい、急遽、ちょっと2人にも来ていただいて。いや、もうほんまに急遽だ。ということで、本日の企画なんですけれども、はい、おさらいしていきましょう。っていうところを見ていきたいなという感じなんですけれども、はい、本人とちょっと連絡を取りました。うん、うん、すごくいい感じ。らしいです。なのでちょっと僕らちょっと目をつぶって待って、うん、リムをここに呼びたいと思うので、はいはいはい、目つぶりましょうか。 OK です。いいですか。リムちゃん、準備大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。はい、それでは僕ら目をつぶります。いいですか、行って。これ雪見の隣でいいですか。はいはい、それでは準備よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。それでは完成したリムちゃん、こちらです。せーの、マイキーじゃねえの。カスタラだこれ。これカスタラだ。マイキー、これはマイキー。初代総長のカスタラだった。めちゃめちゃそのままじゃん。でもよかったでしょ。いや、普通にかっこよくない。でもめっちゃそう。もうめっちゃそう。ちなみにめっちゃ似合う。ちょっとイグビかっこいい。こちらピッチカートの店長、イグ先生でございます。お世話になっております。え、今回この服見てどう思った。いやー、マイキーやんって思った。あ、まず入店してどうしたって。私服って言い切るから。私服だからね。ゆうかが着てるから。そうだね。え、見た目マジでまんまだ。まんまですよ。え、なんで服はマイキーって分かったんですよ。そう。え、なんでカツトラにしたの。あのね、これまずカツトラが好きってのもあるんだけど、リムちゃんの顔、カツトラじゃなくてもそもそも間違いない。そしてこっちの方が似合うでしょと思ってやっちゃった。その人に合うね、やつをやらないといけないからね。仕事としてもちゃんとしてる。そう、これがプロフェッショナルよ。道具としては違うけど。ということでですね、あのピッチカートでリムピーにお任せすると、キャラクターに合った髪型にしてくださるということで。いや、なんかよく訳のわからん注文増えるって。確かに言われそうだな。男の子、女の子でもね、このリムちゃんと同じのカズトラの髪の毛にしたいって方はですね、ぜひ近くの方、はい、ぜひぜひ、ぜひぜひ、ぜひ皆さんもピチカート遊びに来て。遊びに来るだけでいい。
ピチカートで髪の毛綺麗にしてもらってみてはいかがでしょうか。それではこの動画がいいなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではいこう、ありがとうございました。ありがとうございます。